ナンバー・アイの BTS 声。ハイブランド戦略の衝撃。トベドーム公演熱狂の裏で明かされるナンバー・アイの驚き戦略。これはまさに BTS が歩んだ道をなぞっているように感じますね。そう話すエンタメライターが指しているのはナンバー・アイの戦略である。それがハイブランドを狙っての海外進出だという。ナンバー・アイは元ジャニーズ事務所のキングプリンスの元メンバー平野仕様。 神宮寺優太、岸優太が結成した新しいグループだ。エンタメライターが続ける。先日はファッション誌、ナイロンジャパンに登場しました。これが3人揃って出た最初のメディアですね。海外トレンドストリート誌を標榜する媒体で、まさに海外志向がわかります。この前には神宮寺優太がソロで、GQ ジャパンの表紙を飾っていますが、こちらも海外ハイファッション系雑誌。そして11月20日に発表されたのが、ウォーグジャパン。 公式ウェブサイトとイブサンローラン、ナンバー、アイのタイアップです。実はこうしたハイブランド系の雑誌にしか基本的には出ないというのが今の BTS だといい。BTS は現在各メンバーがソロ活動中ですが、自民が、ボーグコリアンに、RM が GQ ジャパンに、V が ELLE コリアに出ました。次にナンバー、アイが出るのは ELLE ではないかと睨んでいます。全出エンタメライター。 今や表紙に登場すれば雑誌が売れる、と言われている人物が、大谷翔平と羽生譲るだ。どちらも世界中が知るビッグネームだが、エンタメ業界も負けてはいない。ポスト BTS を狙うナンバー、愛の次なる戦略や、いかに、とべ、所属アーティスト集結の初のドーム公演は大盛況で閉幕。滝沢秀明氏が昨年3月に設立したとべ、事務所にとって初となるコンサートには、 所属アーティストである元 V6、三宅、インプ、元ジュニア内ユニット、インパクトワーズのメンバー7人、元キスマイフット2、北山博光、元ジュニア大東達、そしてキングプリンスの元メンバー、岸優太、神宮寺優太、平野ラの仕様からなるナンバー、愛が勢揃い、公演内でトレーニー、研修生による新ユニット、ウィンクファーストもお披露目され、大盛況のうちに幕を閉じた。なお、最終日の17日の公演は、 プライムビデオ、アマゾンプライムビデオで世界独占性配信され、終盤には、今年6月にインプ、北山、ナンバー、愛、三宅が東京、有明アリーナでそれぞれ単独コンサートを開くことが明らかに、観客はもちろん、配信を見ていた SNS 上のファンも大いに盛り上がった。三宅県、ナンバー、愛、平野史洋が、可愛かった、エピソード披露。 公演から約10日後の今月28日、三宅は公式 YouTube チャンネルで行ったライブ配信、ファンミーティングやりたい。何やるかわからないけど、W2024.03、コンマニー8内で、ドームコンサート終了後の裏話に言及した。きっかけとなったのは、視聴者からのとあるコメント。配信翌日は、社長、滝沢の42歳の誕生日とあって、滝沢さんのお誕生日返しますかとの質問が寄せられた。 これに対し、三宅は、誕生日会に、行ってもいいですよと言いつつ、帽子、いいんだもん、あの人、この間あったけど、忙しそうだったからとコメント。自身も、今年7月で45歳になるだけに、お互い健康管理も兼ねて、病院にちゃんと行った方がいい、お互い、そういう年齢になってきましたからとも語った。その後、ある視聴者が YouTube 動画の企画として、人間ドックを提案したところ、 三宅は MRI 検査が苦手だと告白。なお、胃カメラや大腸内視鏡検査は負担を軽減するために麻酔薬を使用し、検査を受けることも可能だが、三宅はまだ麻酔を経験したことがないとか、いつもはおえつしながらやってるそうで、神宮寺は麻酔したのに意識あって、普通にカメラ見てたって言ってたな。でも、痛みは麻酔をしている影響からか、ないんだって、それどこからやったの 聞くと、ここ、口元を刺してからやりましたって言って、全然平気だってと、神宮寺の体験談を披露。何でも、ドーム公演終わりの移動車の中で、ナンバー、愛や北山と人間ドックの話になったといい、ナンバー、愛の子たちも、これからやるみたいな。で、平野が、まだ経験してないって言って、で、こうだ、こうだって言ったら、すごいビビっちゃってさ、ええー、とかって言って、可愛かったと。 平野の反応を明かしていたのだった。なお、ナンバー、アイメンバーは最年長の騎士が現在28歳、平野は27歳、神宮寺が26歳。今後、心身ともに元気な状態で仕事を続けていくためにも、定期的な検診は必要不可欠だろう。見上げのトーク内容を受け、ネット上のファンからは、人間ドック未体験で、ケン君たちから話を聞いてビビってる平野が可愛すぎる。もしかして紫てるさん。 人間ドックを受けるのは初めてかないつまでも健康でいてほしい。推しのアイドルが若いうちから人間ドックを受けていると聞いてほっとした。エピソードがナンバー、愛らしくてほっこりなどの感想が寄せられている。ナンバー、愛、とべ4組中最多となる3日間計6公演の単独公演にファン感激。なお、3月29日には前述の4組の単独公演の詳細が判明。インプ、6月13日から14日と北山。 同15から16日は計3公演ずつ。ナンバー、アイは同18から20日の3日間で1日に2公演、計6公演を予定。鳥を飾る三宅は22から23日で計2公演を行うという。中でもナンバー、アイは飛べの看板グループと言えるほど高い人気を誇るだけに、単独公演の情報解禁時点でチケットの激戦が予想されていた。しかし、蓋を開けてみれば、ナンバー、 愛は4組のうち最多の6公演と分かり、ファンからは3日連続で計6公演は体力的にきついのではと心配になると体調面を気遣う声をはじめ、他のアーティストは2から3公演なのに、ナンバー、愛は6公演も確保してくれてありがたい、ハードになりそうだけど、ファンのことを思って全6公演やると決めてくれたんだろうな。 なるべくたくさんのファンに会おうとしてくれてるのだと思うと嬉しいなどと感激のコメントが続出。また、有明ア,アリーナの収容人数は約1万5000席だけに、6公演で9万人動員。ナンバー、愛頑張るなぁとの声もあった。くれぐれも体調には気をつけながら、全公演を乗り切ってほしいものだ。